はい、皆さんこんばんは。ゆっくりヨウムです。フランだよ。すいません、うまく録画できてなかったせいで、いきなり物騒なものが頭上を回ってるところからスタートです。まあ多分当たれば、注射器ゲーっと、頭が飛んでいってしまうことでしょう。あ、怖い怖い。まあこのゲームはゴアモードがオフなので、本当に首が飛ぶことはないでしょうが。どっちにしろ一撃死でしょうね。ゴアモードオンにしないの？しない。っていうかおそらくできない。よし、まだ、よっこらセット。まあ大丈夫そうだね、そんなに歯のスピード速くないし。あ、危ねえ。まさかこんなところにもトラップが仕掛けてあるとは。これ引っかかったら、わー、敵は一発で死にましたね。でしゃがんでくるなてめえ。しかも仮面かぶってるからヘッドショット効かないよ。おっちゃん動きがとろいので、マッチを使う行為すらここでは自殺行為です。ちょうど部屋があるのでここはやり過ごしましょう。腕が当たりませんように。よし、オッケー。ここならどうにでもなるので一安心です。って危ない危ない。早速襲ってきたね、ゾンビが。はぁ、まさかの銃持ち。こいつは確実に殺す。ほらー。てなんなん、めちゃくちゃいるじゃん、もう。もうここはグレネードで。満タンに持ってるしね、せっかく。あ、待って、もうちょっと場所整えてから。よし、ここだ。あ、やばい、下に投げすぎた。ダーツ。危ない、部屋から飛び出すところだったよ。危うく首切りゴーランドの餌食になるところだった。今私マッチ持っていないのでここは確実に。てか頭壁にめり込んでんだけど、ヘッドショットができない。はい、オッケー。もう一匹もどうにかしないと。あはあはは、ん、危ねえ。ふん、ひとまずこんな感じですかね。脳みそゲーっと、もう一つダブルでゲーっと、お、玉ゲーっと。まだマッチとかいろいろあるね。ピンゲーっと。こっちは何もないですかね。そういえば最近ずっと体力ギリギリじゃない？確かに。別に回復アイテムケチっても特にいいことないんですよね。気持ち的な問題だけです。この救急箱使ってみますか。レッツ注射。おー。さて、さっきの戦いで全滅したのか、全く敵がいませんね。で、なんかコンセントあるよ。このチャプターの最初で電源プラグを抜き取っておいたんですよ。これでなんか起こるかな。普通に道が開けたね。また敵が来なければ普通に通れるんですが。いないかな？最近こういう進展があると、ゾンビが湧いてくるパターンが多いので。どうか強襲しませんように。敵の気配とか全くなさそうだね。それならよかった。あとは脳みそを回収してあの扉に向かうだけですね。よし、無事何も起きませんでしたね。すまんねえな。しまった。まあ変なアクシデント起こるよりいいか。ほら、後ずさりしていつの間にかゴーランドのところにいた。とか、さっきの手榴弾的な事故で死んでも嫌ですからね。そんなのしたら言ってやるよ。間抜けすぎるってな。ははははは、どうぞそん時は思いっきり言ってください。で、こっちはなんだろ？脳みそゲーっと、異常に部屋が暗い。これ視聴者さん見えてないんじゃないですか？玉ゲーっと。地図ゲーっと。アイテムはこれぐらいですかね。どんどん地下に降りていくね。まあ、てかこの死体は、ただの飾りかな。そこが深い。ははは、だからって登ることはないでしょ。いや、だってもう、奥になんかプルプルしたものがあるんですもん。おい、いや違う違う、スティックの向きが変わるんですよ。これはなんかさ、あるあるじゃないですか、これ。さて。足元に死体が転がってるけど。別にこれは燃やさなくてもオッケーでしょう。しかしなんだろこの空間、床とかもうちでぐちゃぐちゃになってるし。怖い、超怖いよ。は、今更言う？慣れないんでね私は。しかもショックボルトがいっぱい。残念、リロードももうしてあるよ。仕方ない、ここは無視で先に進みますか。ちょっとショックボルトを使うように心がけてっと。血が染みついた布、もうこれ見たらさ、チェーンソーを連想するんですけど。その時あったしね。でお、玉ゲーっと。そしてマッチゲーっと。異様な広さ。これって横からゾンビがウェーブ式で来る気がする。横に扉は一つだけ。箱はたくさんあるよ。
どうかアイテムが出ますように。はい、脳みそゲート。玉ゲート。手前にレバーがあるよ。罠かもしれないけど。うん。まあ、ささ。さすがにそれは大丈夫でしょう。向こうの扉も気になりますが。まあいいか、うおあれ、引けない。そっちの扉から入れってことかな？確かにそうでしょうね。ですが待ってください。ここに隙間が。うわー。これは、すごい、すぐ頭上に釣り天井が。奥には何かあるのかわかりませんけど、でもなー、あーどうしよう、好奇心と恐怖の葛藤。行っちゃう？まあ、とりあえず周りの状況、情報を探ります。どうせ戻ってくるだろうし、それからでも遅くないでしょう。左の金網から、あそこの様子が見えるのかな？でもゾンビの声も聞こえるよね。そうなんですよ。ゾンビの動きを把握してから偵察に向かいましょうか。で、おかしいなぁ、さっき影が見えたはずなんだけど。とりあえず瓶を拾う、で拾えない。あれ？もうすでに瓶持ってるからでしょ。おそういえばうっかりうっかり、でヘペロ。黙れよ。む。そしてそして、顔面に棒が突き刺さってるお兄さんが一名。左の部屋に入っていったのかな？まあ、それじゃあ、この瓶でおびき寄せてスニークキルといきましょうか。おっとな。それ隠れろ隠れろ。爆弾にかからないようにね。一応気をつけておきますそれは。よーしよしまんまと引っかかってますねー。で、めちゃくちゃいるじゃねーか。しかもバレてるっちり。作戦が台無しじゃん。逃げ道を確保。ふっふふ。あいつらはこのドアから、アホみたいに並んでくるでしょう。さあそこでこのボルトで、一挙まとめて電卓差しにしてやる。おおそれはいい考え。ドアを開けた時が最後。バカねえ。あ、いやあ、貫通してねえ。しかも何人いたっけ？ 5 人ぐらい。そこで止まってろ。ってお前じゃないんだけど、まあいいか、レッツ点火。どんどん燃やしちゃおうねえ。あ、ピンクのおばちゃんがしびれてる。もういいや止まらない。はあ、まだ待ち構えてたんですかあなた。うわこれどうしよう、ダメだこっちは敵だらけ。落ち着け落ち着け私。焦るな焦るなヨウム。はあ、やめろ野蛮人。奥からゾンビがこんにちは。まずいこれは、罠を利用した方が良さそうです。さあ来い、飛び出した瞬間点火してやる。ほらあれ、隣のやつはノーダメージ。くっそう作戦が思い通りに進まない。しかもこいつは画面落ち、ヘッドショットが効きません。え、ちょっと待ってね、ここはグレネードの方がいいかな。はぁ、あ、お前銃持ってるのかよ。狙う気もないね。お前は必ず燃やす。はい、レッツ点火。どんどん燃やしちゃおうねー。あ、これどうしよう。まとめて燃やす。いや、向こうにいるのは包丁持った緑のおばちゃんです。反撃食らっても辛いので別の作戦で。で、やばそこにもいたんですか。このサンダーボルトで、今だ。お、どんどん引っかかる。まとめて燃えろ。どんどん燃やしちゃおうねー。はっはーん、いいですね今のうまかったくない？く、静かになったねー。もういなくなったのかな？脳みそゲーっと。まああんだけ倒したんだからもういないでしょう。手榴弾ゲーっと。それで忘れてた。あ、あの例の釣り天井？あ、みっけみっけ。脳みそゲーっと。そうなんですよ。明らかやばそうなんですが。ほら、女神像があるんです。先割っちゃうのね。さ、さあ、女神像あるんだからさすがにこれはハッタリで出でしょう。落ちるなよー、絶対に落ちるなよー、絶対になー。鍵ゲーっと。やばい、変な音してきてる。はあ、怖い怖い怖い。脳みそは虫です。助けてー。ひー。下手に躊躇してると潰されるパターンだね。行くときは覚悟決めてさっさと行けってことですか。さて、進んでいきましょう。なんかやけに光ってるものあるね。これは、バッテリーゲーっと。またどっかの穴に差し込むのかな？とりあえずこの爆弾を解体。出たー！ハッパーン慣れてきましたよ、ほほい。脳みそゲーっと。ビンゲーっと。異様に暗いですね、ここ。あ、しかも穴がある。危ない危ない、危ないものはさっさと撤去してしまいましょう。はい、オッケー。いかにもなんか出てきそう。そんなこと言うなよ。っていうかもうとっくに出るもんでまくってますが。マッチゲーっと。さて、さっきのゾンビ集団から一変、急に静けさが増してきました。不気味です。怖いです。何も出てこないってのがまた怖いんだお。
考えすぎなんじゃないの？確かにそうかもしれません。人間心配事の9割は起こらないらしいですし。で、明かりが赤くなってきて余計気持ち悪い。それじゃあまた次回からね。ご視聴ありがとうございました。次回もゆっくりしていってね。